そのチーム名はトップトライアングルオブパワースティーブ・ウィリアムス、ケイリー・オブライト、ラクロス、3人の外国人勢が打ち上げた全日本プロレス第4勢力、いよいよ出陣であります。青コーナー挑戦者チーム350ポンドケイリー・オブライト、チャレンジャーチームトップの石杖ゲイリー・オブライト殺人風車、285ポンドスティーブ・ウィリアムス、新チームトップのトップ殺人石スティーブ・ウィリアムス、中コーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム275ポンドジョニー・エース、夏に暴走金髪の暴走狼ジョニー・エース、270ポンド小林加速する夏、フルスロットル小橋健太です。梅酒が旗揚げしたゲット、その領収であります小橋健太、正式に1000シリーズ長世代軍から卒業して、かつて若い頃に切磋琢磨いたしましたジョニーエース、それからパトリオットと組んで3人で新しいチームゲットを設立いたしました小橋健太。さあそしてチャレンジャーチームもゲイリー・オブライトが満を持して入ってきた。まずパンチから入っていきます。そして首投げ一戦、今日この世界タッグ選手権試合で放送席解説の馬場さん注目のゲイリー・オブライトです。さあ馬場さん、このゲイリー・オブライトが今日初めて登場してまいりました。今日は非常に闘志あふれる表情なんですが、最近非常に良くなっている、これはどういったところでしょうか。こうやって小橋にジョブを食らってもね、下を向かない。なるほど、今までのねオブライトはもうやられたら下を向いてしまうんです。なるほど、ちょっとまあ主勢に回るとすぐにこう表情の上で頭を下に下げてしまいましたね、はい、攻撃に行かない。なるほど、相手に付け入る隙を与えるような人がね、はい、やっぱり全く弱々しく見えるんですよね。それがね、こうやって下を向かないとね、やっぱり強く見えますよ、ね、ただでさえ191センチ、160キロという巨体です。もうその体の大きさすら、すでにもう存在が武器というゲイリー・オブライト。このオブライトが、それはそれはもう胸を張って上から覆いかぶさってきたら、それだけで脅威です。そうですよ、これだけ大きな人がね、やっぱりそのレスリングを知っていますからね。そのあたり、このウィリアムスとラクロス3人でチームを結成したことによって、自身の上でも意識改革が起きたのでしょうか。ゲイリー・オブライト、このシリーズ非常に放送席馬場さんの評価も高くなっています。オブライトが下がりました。そしてスティーブ・ウィリアムスが残ります。もうウィリアムスは肩口から胸のあたりまで汗をびっしょりかいています。逆水平の打ち合いになった、両者力が入ります。小橋とウィリアムス、舌を出したウィリアムスだ。見つめ合う視線のレーザービームであります。今度は張っていった、健太張った、倒すかどうする。今度はキック、ショルダーのタックル、そして強引にカバーに行った。これはもちろん小橋が跳ね返します。思えば3年前の7月の22日ジョニーエースが初めて世界タッグタイトルに挑んだ時のパートナーがこのスティーブ・ウィリアムスだったわけであります。ハンセンのパートナーになったことがありましたジョニーエース、その後パートナーをの座を追われてからこのスティーブ・ウィリアムスと組むようになりました。そして世界が見えてきましたジョニーエース、以来ウィリアムスと組んで2回、パトリオットと組んで1回、世界タッグに挑戦して、そして去年の9月にはスティーブ・ウィリアムスと組んで世界タッグに挑戦して、5度目の挑戦で三沢秋山組から世界タッグタイトルを奪ったジョニーエース、そしてこの春小橋と組んで世界タッグタイトルを巻きました。リングの上にはジョニーエースです。エプロンサイドでスティーブ・ウィリアムスを捕まえます。ある意味指定関係にあった2人、そのジョニーエースに逃げられた格好となった。おっと危ない、これはどっちが打つのか。あーっとエース危ない、エスカッシャーアローズでこのピンチは防ぎましたジョニーエースです。そして場外では小橋が待っています。
腰を落としているスティーブ・ウィリアムス。リングの上に戻されます。エースのカバー、ロープに近いところ、カウントは1つです。ウィリアムスが捕まっています。オブライトまでは手が届きません。この時間帯はダメージの大きいスティーブ・ウィリアムスに攻撃の的を絞ってきました。チャンピオンチーム小橋の逆水平、逆水平に耐えますスティーブ・ウィリアムス。逆に小橋が振られた。サードスルーパワースラム、迫力十分。カウント2、ここでスイッチ。さあ今日この試合の一つの鍵を握っている選手、ゲイリー・オブライト。まずは2リフト3発から人間風車、殺人スープレックス、いきなり炸裂であります。あ、そしてラリアットが、小橋が捉えられました。小橋さん、この辺りのこのゲイリー・オブライトの迫力ですね。そうですね、本当に今まで大きいけどなんか弱いところあるなと思ってましたけどもね、はい、この子は違うんですよね。その持ち前のパワーはかねてから定評がありましたが、それに迫力が加わってきましたゲイリー・オブライト。やっぱりみんな小橋や、ね、エース、ウィリアムス、三沢、川田、田上の、ね、試合ぶりを見ててはやっぱりこう なるんですね、またならざるを得ませんね、最近のこの小橋の動き、それからウィリアムスの動き、それから三沢を取り巻く三冠タイトル戦線、こういったところの全日本プロレスマットの激しい戦いの中でゲイリー・オブライトも何か目覚めるところがあったのでありましょう。小橋の首を決めていきますゲイリー・オブライト。この人も世界タッグのベルトを巻いた経験はあります。95年の秋にセンセーショナルな全日本プロレス黒船来襲と言われましたゲイリー・オブライト。96年の1月、いきなりハンセンと組んで初挑戦で川田田上を破って世界タッグタイトル奪取に成功。1ヶ月の君臨ではありましたが、世界という名のベルトを巻いた男であります。一方の、はい、全日本に来てから非常にその、まあ、レスリングができるようになりましたよね。来た時には、ね、一つ一つやるんですけども、はい、技をつなげてやるということがなかったですからね。小橋が2リフト、高々とシチューお披露目されてから投げ飛ばされました。おっと、唾を吐いた。これは最高級の侮辱的行為であります。ジョニーエース、これには堪忍袋の尾が切れたか。カバーに入った、片指に固めます。あとは2。オブライトは過去1回世界タッグのベルトを巻いて、そしてスティーブ・ウィリアムスは過去6回世界タッグのベルトを巻きました。第12代、14代、16代、18代、21代、この5回がテリー・ゴディとのコンビでした。そして30代、これがジョニー・エース、今赤コーナーで手を叩いているこのジョニー・エースのコンビでの世界タッグタイトル奪取でありましたスティーブ・ウィリアムス。そしてゲイリー・オブライト、去年の1月に世界タッグタイトルに輝いています。そして今年の3月にはゲイリー・オブライトは高山義弘と組んで世界タッグタイトルに挑戦しました。オブライトにとっては今宵が3度目の世界タッグタイトルへの挑戦であります。ロープに振られました。小橋のキックは、これは相打ちになった。オブライトが返していきます。こういった場面でもやられたらやり返す、あるいは逆に押し返していきますゲイリー・オブライトです。そして小橋をリングの上に戻して、小橋の意識を確かめるようになぶるようにスティーブ・ウィリアムスが小橋をわざわざ覚醒させてからのファイトであります。張っていく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 。さあ小橋もこれに応酬だ。そしておっと、その間にタッチしているよ青コーナー、ゲイリー・オブライト入ってきた。ダブルのハンマーだ、スレッジハンマーを落としていきます。小橋がガクーンと姿勢を落としました。膝をつきました、両膝をついています。そしてフルネルソンスープレックスの体勢か。レッドシグナルが灯りましたが、小橋なんとか振りほどいています。逆水平、エルボーで返していきますゲイリー・オブライト。リングの中央だ、ローリングしてのトラースキック、ソバット下から突き上げるようにして速射砲の逆水平。そしてわーっと逆に投げられたフロントスープレックス、
ここはやはりゲイリー・オブライトに一律の長がありました。スープレックス、七色のスープレックスを使い分けます。ゲイリー・オブライト、殺人風車の異名を取ります。差し物を小橋もこのゲイリー・オブライトのスープレックスを2発、3発、4発と連弾で食ってはひとたまりもありません。160キロの巨体をものともしません。リバーススープレックスで返しました小橋。キックを打ってからジョニーエースへスイッチ。エース入ってくる。おっとウィリアムス、これは読んでいました。場外にエスケープ。さあエースとゲイリー・オブライトです。チャンピオンチームがコンビネーション見せようというところ。ダブルのブレインバスター、スピードがありました。ウィリアムスのカット。この辺りのウィリアムスの下がっていく時の眼差しにもエースに対しては特別な感情を感じます。スティーブ・ウィリアムス、エースを育て世界を狙えるレスラーにして、そしてそのエースが小橋の元へ去っていきました。そして小橋と世界のベルトをつかみましたジョニー・エース。 DDT カバーに入ります。ウィリアムスのカット、そして後ろから今度はエースが突っかけていきます。エースクラッシャーか、ギロチン式だ。さあ決まった、どうか、ダツー、これは返しました。ドロップキック、ウィリアムスが上がってこようというところ、叩き落としていきます。おっとエースが前に崩れました。試合の権利があるのはオブライトとエースです。ウィリアムスが入ってきて、エースとウィリアムスの絡みに、あっとパンチだ、顎に入った。そしてフロントスープレックス、あーラリアット、小橋はラリアットに切って取られました。ババさん、突然この来るウィリアムスのパンチっていうのにやはりクロッキングの選手多いですね。そうですね、そしてチャレンジャーチームの合体コンビネーション、小橋ピンチ。バックスイングのないところからスナップの効いたナックルパートでのパンチがエースに見事に決まって、エースが叩き落とされ、そして小橋も2人の攻撃に切って取られました。チャンピオンチームピンチであります。エースへの声援が時は大きくなりました。日本武道館、小橋とエース、チャンピオンチームピンチを迎えています。ニュートラルコーナーでエースが捕まっています。ゲイリー・オブライトがウィリアムスホイップ体当たり、123キロ。そして今度はこれはそのまま投げに行くか、ベアハッグか、そして2人で担いでそのままギロチンホイップ、ゆっくりとくぐれましたジョニーエース。ここはチャレンジャーチームのペースです。20分経過です。ライディングショルダー、小橋にも引っ掛けました。エースもハイキック押収します。あ、しかし捕まった。スパインバスター、そのまま抑え込まれた。ワンとツー。おばさん、この20分を経過してからこのチャンピオンチームの動きが悪くなったのか、止められてるんですかね。いや、最初からちょっと悪いですよね。あ、なるほど。何も技が出てないんですよね、2人ともね、はい、この20分を経過したこの辺りからチャレンジャーチームの大きな体がつまみいた。ドラゴンスクリュー、そして肩逆襟固め、シングルのボストンクラブ。小橋が入ってくる。ここまで放送席解説の馬場さんの見た印象ではチャンピオンチームに大きな技が出ていません。これも小橋突進するところをショルダータックルに沈められました。確かにチャンピオンチームの攻撃、特にダブルでの攻撃が今日は冴えを見せていません。少なくなっています。
フロントのスープレックス、両腕の固められてのスープレックスでした。そして何を持ってくるか、ステップオーバートーホールド、ウィズ、フェイスロック、STF だ。小橋の3発のカット、しかしこれもウィリアムズに捕まります。スリーパーホールドに入られたチャンピオンチーム2人がサブミッション、グラウンドの展開で完全にチャレンジャーチームに捉えられました。さあゲット、グローバル、エネルギッシュ、タフ、小橋のゲットがピンチだ。世界タッグをゲットした小橋、その世界タッグのベルトを手放してしまうのか。エースコールが巻き起こります。試合の権利があるのはエースとゲイリー・オブライト。小橋はウィリアムスにスリーパーホールドに取られています。小橋前のめりに逃れました。ここでようやく立ち上がった小橋がカットに行きます。さて馬場さん、一貫性動きが悪いと言ってもチャンピオンチームはこのままではいけません。どういったあたりに活動を見出したらいいんでしょうか。そうですね、ウィリアムスかオブライトかどっちかやっぱり一人決めていかないとですね。あとエースクラッシャー、これもちょっとタイミングがずれました。チャンピオンチームとしてはそうしますとウィリアムスあるいはオブライト、このあたりに今一つ攻撃のポイントが絞りきれない、こういったところを逆にチャレンジャーチームに疲れています。ゲイリー・オブライトがこの試合に勝てば世界タッグのベルトは1年5ヶ月ぶり、そしてウィリアムスが勝てば6ヶ月ぶりの戴冠ということになります。チャレンジャーチームの思いのままにさせてしまうのか。チャンピオンチーム小橋、ここが正念場です。ジャンピングにバックを取ってジャーマンスープレックスホールド、投げ捨てました。160キロ、巨体だけに投げられると聞きます。そしてもう1回バックを取ってジャーマンスープレックス、今度はホールドだ。体勢を崩しました。ウィリアムスが叩き落とされます。一方リング上では試合の権利になるゲイリー・オブライトがジャーマンスープレックス2発から、今度は小橋が腕を取りました。これは決まっていますが、ウィリアムスのカット、エルボードロック。さあしかし馬場さん、ここはゲイリー・オブライトもあの巨体2発のジャーマンスープレックスを受けました。ダメージは相当残ってるはずですね。そうですけども、やっぱり上からは落ちていませんからね、はい。まあ、自分の目方でどのぐらい自分のダメージを受けたかちょっと分かりませんけども、このあたりスープレックスの受け身、かつて課題があったところですが、ゲイリー・オブライトダメージはどうでしょうか。チョップの打ち合いになった。あっとパワースラムだ。うわっとすごい力感、樽のような体を十二分に押し付けていきました。そしてスティーブ・ウィリアムスがセカンドロープで満を持しております。棚心に唾をいたしました。そしてゲイリー・オブライトがそのウィリアムスに小橋を預けます。さあ俵を抱えるような形になった。そのままのアバランシュホールドだ。小橋ピンチ、放送席にはエースが飛んできた。危ない。25分経過であります。依然としてしかし試合の流れはチャレンジャーチームが握っていると言っていいでしょう。チャレンジャーチームトライアングルオブパワートップ、小橋に飛んでくる。小橋がショルダータックル、おっとこれは掴みきれません。スリーパーホールに入った。二の腕ががっしりとスティーブ・ウィリアムスの頸動脈に食い込んでいきます。そしてゲイリー・オブライトは場外へ。オブライトはエースが場外で DDT に切って取りました。さあこれはリングの中央でスティーブ・ウィリアムス孤立無援であります。ここはチャンス、チャンピオンチーム少しずつ、しかしなんという男スティーブ・ウィリアムス、ファンダメンタルポジション立ち上がりました。そして強引に投げに行きます。小橋すぐに立ってキック、おっとエースがその反動で落とされた。なおもソバットから何を持ってくる。パワーボムか、渾身のパワーボム。ちょっと体勢が前にずれました。あっと、今のパワーボムも馬場さん、ちょっと小橋の体勢が前に崩れたように見えましたね。そうですね、十分な高さではありませんでした。しかしここから1対1がダメなら1たす1を2にも3にもいたします。2人の合体パワーに入ります。2、今ここでようやく1つ大技
2人の連携らしきものが見えましたが、さあおっとゲイリー・オブライトが後ろへすっこけました。場外に落ちていきますゲイリー・オブライト、そしてジョニー・エースが赤コーナーからダイビングのラリアット、そして小橋がニュートラルコーナーから飛んでくるか、何を持ってくるのか、投げられました。しかし小橋突進ランディングでクリカードロップ、これは決まりません。あーっと場外でジョニーエースが取られました。パワーボム、これはうかうかしておりました私。しかしリング上小橋が拳を握ってラリアットに行くところ腕を取られました。しかしなおもラリアット体ごとぶつかっていきました。しかしカットに合います。ゲイリー・オブライトが帰ってきました。そしてちょっと見ている、ああジャンプだ、飛抜かれた小橋健太、小橋が引っこ抜かれました。馬場さん、今のは小橋ダメージ大きそうですね。そうですね、完全に急に行きました。止まりましたね、完全に小橋の重心が一回宙に浮きました。いやいや、やっぱりゲイリー・オブライトただものではありません。日本武道館に巻き起こる小橋コール、しかしスティーブ・ウィリアムスも立てません。小橋のランニングネックブリーカードロップを受けていたスティーブ・ウィリアムス、先に立ち上がったのはウィリアムスですが、小橋の方向を今やっと確認しました。小橋も足を出す、バックを取られた、小橋危険、前に倒れました。ここで出ました殺人バックドロップ、スティーブ・ウィリアムス死んではいませんでした。そしてゲイリー・オブライトが高々とトライアングルオブパワーを掲げます。このチーム名はトップ、エースが帰ってきた。チャンピオンチームまだ死んでいません。ゲットは死んでいません。まだ世界タッグのタイトルをしっかりとゲットしています。しかしエース風前の灯火、ダブルのショルダー叩き落とされた。そしてゲイリー・オブライトとトライアングルオブパワー、スティーブ・ウィリアムス、新しい名前はトップ、メモリアルナイト、新チーム名が決まったこの夜に世界タッグタイトルを奪取するか、ウィリアムス、そしてゲイリー・オブライト、その3カウントを小橋から奪うか。おっとカナディアンバックブリーカーの体勢からそのまま落とした。大ピンチ、カウント3、カウント3、新チャンピオン誕生、トライアングルオブパワートップがトップに上り詰めました。自分の楽園は今に描いて、いらの道の向こうにあるというまだ見ぬ光を胸に抱いて、確かなものなど何一つないけど、自分の楽園は胸に描いて、誰に打たれても誰に悩されても、誰に笑われても、何言われてもたどり着けるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。場所、戦う遍路、新崎人生、最終巡礼地、全日本プロレス参上。お遍路人生巡礼の旅は今宵クライマックスを迎えます。太平洋を股にかけ、日本アメリカでも修行を重ねる新崎がいつかは行かねばならぬ場所、
最終巡礼地として選んだのは旗揚げ25年日本プロレス界の老舗ザ・メジャー全日本プロレス。7月17日四国は愛媛最上大会本体ジャイアント馬場に突然の参戦直訴、まさに無言で拝み倒して参戦決定。今日7月25日夏休み最初の金曜日、新崎の念仏が、そして人生の合唱が全日本プロレスのリングに戦いの結界を生み出します。今お遍路姿の道のくプロレス新崎人生、全日本プロレスのマットに見参。ゆっくりと傘を取りました。そして術を取ります。前にかけてあるものを全て傘の中に収めました。新崎人生、今全日本プロレスのリング中央で仁王立ちであります。白衣を取りました。この男が道のくプロレス新崎人生です。辛くて美味しいカレーを作ろう。じゃわラウンナー皆さんの新崎人生、千日を拝み倒すか新崎人生です。合唱とどんなコンビを見せるか、ジョニー・スミス。裏側コーナー225ポンド長谷博之、全日本の長谷、日本武道館初見山。250ポンド秋山純、長谷の8年後輩になります。専修大学レスリング部出身秋山純。砂漠レフリーは西永修一です。サマーアクションシリーズ最終日本武道館大会、注目の一戦を迎えました。青コーナー、こちらが新崎人生です。道のくプロレスから今宵全日本プロレスに初めて上がってまいりました新崎です。何を思うのか、常に険しい表情。右はジョニー・スミス、青コーナー。一方こちら赤コーナー、長谷であります。全日の長谷、日本武道館で初めてのお目見え、後輩の秋山純とのタッグです。黄色が長谷、青が秋山、長谷が残った赤コーナー。さて青コーナーはジョニー・スミスが残ります。新崎下がりました。30分の一本勝負、長谷がちらっと新崎に視線を送りました。先発は長谷とジョニー・スミス、ともにレスリングとしての下地は十分であります。うまいレスリング、そして息を飲むようなファイトを展開してくれるでありましょう。ロープに振ったのは長谷、おっと倒されたのも長谷。一つ一つの動作が非常に絵になります。顔が覗いている長谷、黄色いショートタイツです。サイドに青い縫い取り、腕を取りに行きました。ジョニー・スミスは蛍光色のブルーのショートタイツ、背中が長谷です。ブリッジからスックと立ったジョニー・スミス、腕を取り返します。さあこの辺りはハセも負けてはいないはずです。ブリッジからスックと立ってまた腕を取り返す、非常に見応えがあります。ブレイクしました。いや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 の喝采であります日本武道館、見ていて非常に楽しくなります。ハセとジョニー・スミス、このハセは去年の11月新日本プロレスとの契約が切れてから満を持してこの全日本プロレスに入ってまいりました。そして新春ジャイアントシリーズに出て、その後戦う国会議員参議院で150日の会期を終えて、この新春ジャイアントシリーズ以来の登場ということになります。長谷博史であります。36歳、183センチ105キロです。ウェイトはジュニアヘビー級に属します長谷。一方のジョニー・スミスは180センチ112キロ、背の高さは長谷の方が上回っておりますが、体重ではスミスの方が上回っております。こちらが長谷、専修大学レスリング部出身、
1984年には全日本選手権で優勝して、その年の秋ロサンゼルスオリンピックには90キロ級で代表選手出場しております。その後母校石川県星稜高校の国語の教師を経て、海外修行を経て新日本プロレスで活躍後、今年の1月からこの全日本プロレスのマットに上がっております。そしてプライベートでは国会議員、参議院議員としても有名です。このサマーアクションシリーズも会期を終えてから、この武道館大会を含めて11の会場で勇姿を見せております。さあコーナー、ジョニー・スミスが新崎へのタッチを行います。おっと新崎、まず青コーナートップからいきなりいった、小上渡りだ。そしてチョップで降ります。道のくプロレス出身新崎人生センセーショナルなデビュー、全日本プロレス初めてのマットであります。汗をロープに振った。さあどうする、ドロップキック一戦、すぐに立ち上がります。ある意味のこなし、足を取っていったのは長谷。さあそしてさらにレッグブリーカーから足を固めます長谷。さあ注目の人、新崎が初登場です。全日本プロレス道のくプロレスに属しております新崎人生。1966年12月2日徳島県出身、本名や前歴は不明ということであります。そして1993年の6月にプロレスデビュー、四国お遍路の巡礼スタイルで道のくプロレスに出現しました。88カ所の巡礼を宣言、得意なキャラクターがアメリカで受けて、太平洋を越えてアメリカニューヨークでもファクシーのリングネームで大活躍しております。新崎人生、そしてこの7月からは全日本プロレスのマットにも上がったことがあります。 FMW のはやぶさと組んで FMW のリングでも活躍しております。この大会途中、最上大会でジャイアント馬場に全日本プロレスのマットに上がることを直訴しました新崎。その新崎を抑えたまま今度は赤コーナーでスイッチ、専修大学ブラザーズ後輩の秋山が入ってまいりました。秋山、長谷ともにこの新崎とのファイト非常に楽しみにしております。白いズボンを履いています。お遍路スタイルの新崎人生、秋山が足を押さえに行きました。新崎は180センチの100キロ、一方の秋山は188センチの108キロです。上背で8センチ、体重でも8キロ、秋山が新崎を上回っていますが、体の線の太さはなかなかどうして大したものであります新崎。エプロンサイドでのエルボー攻撃、しかし場外には落ちません、耐えています新崎です。ロープに飛んだ、さあどうする、ジャンピングに鉄柵に飛んだ、おっと鉄柵を越えていきました。放送席も越えました新崎、これは大丈夫か。いきなりの試練、人生、そしてプロレス、そしてリングでのファイト、これ全て苦行という新崎ですが、いきなり全日本プロレス秋山純の痛烈なジャンピング2位の洗礼を浴びました。さあ新崎はどうでしょう、立ち上がってまいります。盛り上がる肩甲骨、その上にがっしりとついている僧帽筋、非常に印象に残ります新崎人生。ゆっくりと戻ってまいりました。時計回りにリングを回っていきます新崎です。念仏坊主の異名を取ります新崎、念仏パワーボム、あるいは念仏ケブラータ、そしてこの全日本プロレス初マットでいきなり見せました小上渡り、この辺りを得意としております新崎。ニュートラルコーナーでの秋山の攻撃です。おっと新崎が腕を取った、そしておっと小上渡りに行こうとしたところ、秋山そうはさせません。ここはそうでした、全日本プロレスのホームフィールド、新崎の好きなようにはさせません秋山です。さあこの新崎の表情、鋭い眼光は何を物語っているのか、ゆっくりと右足から入ってまいります新崎です。
生年月日通りですと30歳新崎人生みそじのお遍路さんであります。秋山と手を合わせます。腕を取っていった体さばきから拝み渡りだ。おっとここで落とします。見事な拝み渡りを披露しました新崎。がっちりとこの日本武道館の観客のハートをつかみました。そして傘にかかって攻めていきます。今日2度の拝み渡りを見せました。非常に見るものを引きつけてやまない技であります。そしてこのリングの2辺を渡っていきました新崎人生です。そしてニュートラルコーナーから距離を取っておっとヒップアタックのような形になりました。ゆっくりと股を割ってから上から秋山を睨み据えます。そしてボディースラップ何を持ってくるか。ニュートラルコーナーなんだろうに足をかけてセカンドロープからおっと剣山カット。十分な対空時間が災いしました。秋山の満を持しての剣山カット溝落ちにぐさりと決まりました。そして長谷スイッチ長谷今日2度目の登場。おっとこれは専修大学コンビのダブルのコンビネーション。おっとロープのハンドいやロープをそのまま利用しました。新崎人生宙吊りであります。汗が残りました赤コーナー担ぎます。エアプレーンスピンカーそのまま水落ちに持ってくる。新崎の体が跳ねました。さあこうなると長谷ノーザンライトスープレックスあるいはジャイアントスイングこういったところを見たいものであります。長谷の得意技ノーザンライトそしてジャイアントスイングはいつ見られるのか。ダブルの攻撃で赤コーナーリングの中央から秋山がエルボードロップこれは水落ち。先ほどから長谷秋山この専修大学コンビが水落ちのあたりに新崎の水落ちに攻撃のポイントを絞っています。これは差し物新崎でもたまったものではありません。初のメジャー全日本プロレスのマットに上がりました新崎ではありますがそのメジャーの力をまざまざと見せつけられています。鎌倉時代親鸞聖人あるいは一辺聖人こういったところが政府の抑圧を受けたように新崎も果たしてメジャーの抑圧を受けるのか。フットスタンプ満を持しての長谷博士のフットスタンプであります。10分経過新崎全日本プロレス初登場苦しいデビュー戦です。ああそしてジョニー・スミスを挑発した長谷屈辱の新崎仰向けに倒れます。そしてジョニー・スミスがイギリス出身のジョニー・スミスが大和魂コテコテの新崎人生に手を伸ばしました。新崎は果たしてジョニー・スミスにタッチを行うのか。戦うインテリ長谷博士がジョニー・スミスに英語で挑発します。新崎スイッチさあジョニー・スミスが入ってきた水平今度はチョップだ。ジョニー・スミスも応戦ニュートラルコーナーエルボーから今度は張っていくエルボーで返すエルボー長谷がバックステップ秋山にスイッチ。おっと長谷は挑発するだけしておいて秋山にスイッチであります。濃い青が秋山淡い青がジョニー・スミスです。肩口をニュートラルコーナーに打ち据えられました。そしてリストを取って反転そして無意識逆十字固めサブミッション攻撃に入りましたジョニー・スミス。秋山これを必死に腕をつないでこらえます。この前に相当のダメージを受けた新崎はようやく青コーナーに片膝をついて戻ってまいりました。道のくプロレスからこのサマーアクションシリーズ最終日本武道館大会で初めて参戦した新崎人生の注目の一戦長谷秋山の専修大学コンビに相当痛めつけられました新崎。
その新崎に代わって今ジョニー・スミスがリングに上がっています。ネックブリーカードロー、後頭部を打ちました。ハセ、なおもストンピングです。しかし相手の攻撃を受けて耐えて、そして気合を入れる姿にも一つ一つ絵になるものを持っています。何かを持っているハセ。そして青コーナー新崎が今日2度目の登場だ。最初の登場ではハセ、秋山の2人のコンビにやられました新崎です。しかし拝み渡りは2度披露しています。さあロープに飛ばされた、ダブルのドロップキック、片指に固められます。カウントは2、跳ね上げました。新崎人生全日本プロレスの最終巡礼地で孫をことなき苦行を行っております。ブレインバスターを打ち返しました。この辺りのブレイン バスター非常に腰の入ったものを感じさせます。ハセスイッチ、さあいったジャイアントスイングのシグナルが出ました。このシリーズで自己新の40回転を記録しています。さあ皆さん数えてみましょう。新崎人生をジャイアントスイングイン武道館であります。1回転、おっと新崎が拝んでいるぞ、新崎が拝んでいる、新崎何かを悟ったか。12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21回転、その間ずっと新崎は拝みっぱなしでありました。あっとジョニー・スミスが入ってきた、ミサイルキックで新崎をサポートしますが新崎フラフラ前のめりに倒れます。まさにジャイアントスイングの虜、仏像と化します。おっとトラスキック、そしてエプロンサイドから飛んで入ってくる、チョップだ、脳天チョップ、新崎下がります。そしてジョニー・スミス逆に振られました、弓を引きます、エルボー、そしてフライングメイヤー首投げから、おっとブリッジで立って逆に首投げで返された、さらにブリッジで立って今度は裏の DDT、 素晴らしい攻防です。今度は2、日本武道館のお客さんが沸きます。ああジョニー・スミスコールだ、スミスも負けてはいないぞ、スミスミスミス負けてはいない。おお帰ってきた、なんという腹筋、バックからのロングキック、バックを取った、ジャーマンスープレックスホールド、アンカー2、ジョニー・スミスも見せます。新崎人生注目の全日本プロレスのマットでその存在感をジョニー・スミスも生き生きと表現しています。ネックリカードロップ、もう一発か、スイングしてからのネックブリーカードロップ、片指に固めました。カウントは2、こちらが秋山です。デビューしてこの9月で5年になります。アジアタッグのチャンピオンとしてこのシリーズまで実に2年以上にわたって11回の防衛を数えている秋山、世界タッグのベルトも去年から巻きました秋山です。おっとツームストンのパイルドライバー、赤い石を追っ立てました、秋山順であります。そしてハセのスイッチ、十分な間合いからの逆水平、この辺りの技の間合いもすっかり全日本プロレスになりました。ハセ、全日本プロレスのハセ、日本武道館初見山、ニュートラルコーナーに振られた。さあスミスが突進、キックでカット、そしてどうする、あっとパワースラムに取られました。そして新崎へスイッチ、青コーナーにスックとなった新崎、さあどうする、拝んでからのダーリングヘッドバック、さらに蹴っていった、なおもニュートラルコーナー、身が軽いぞこの男、ジャンピングしてのショルダーアタック、そして抑え込んだ、ハセどうする、2、そして念仏パワー
を唱えろ。さあどうか、秋山のカットでした。新崎見せます。そしてスミスにスイッチ、ラリアット、ハセ倒れません。ここで倒れた、ハセ吹っ飛んだ、抑え込まれた、危ない。ガツー、ハセ吹っ飛びました。さあジョニー・スミスが今日このファイトでは生き生きとしています。このシリーズ好調。おっとラッシャースイープ、かまず落とし、そして何を持ってくる、サソリか、ステップオーバーした、がっちりとサソリ固めに入りました。スコーピオンデスロック、ジョニー・スミスの力が入ります。それを強引にねじ伏せるハセ、スミスとハセの意地の張り合い。新崎が正面からカットに入ってくる、十分な間合いから地獄突き、秋山がさらに逆にカット、二人で新崎を攻めるか。おっと、これは寄ってたかってのストッピング攻撃だ。荒いぞ荒いぞこの男たち。そして二人揃っての裏投げであります。専修大学直伝か。そしてノーザンライトスープレックスホールド完遂。はせかった、北斗の流星、長谷博士、ノーザンライトスープレックスでジョニー・スミスを仕留めました。電光石火のスープレックス、新崎人生注目の全日本プロレス初見山のマットで長谷と秋山がメジャーの力を見せつけました。勝負タイム18分39秒、新崎人生の注目の全日本プロレス初見山、秋山長谷組がスミス新崎人生組を下しました。日本武道館、それにしても4者4様十分に持ち味を出し切った4人のファイターに惜しみない拍手を送ります。そして見せてくれました道のくプロレス、全日本プロレスのマットを最終巡礼地に選んだ新崎人生、その持てる力を十二分に発揮してくれました。心から新崎にも拍手を送りたいと思います。一言よろしいでしょうか。最終確かなものなど何一つないから、自分の楽園は夢に描いて、いらの道の向こうにあるという長い抜き光を胸に抱いて、確かなものなど何一つないけど、自分の楽園は目に描いて、誰に打たれても誰に抱かされても誰に笑われても何言われても、辿り着けるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。3月の武道館から、はい、時間がかなりありまして、はい、その間の心境というのは。そうですね、まあ、あの試合で徹底的にやられましたんでね、まあ、気持ちはかなり一時は沈んでまして。あ、そうですか。はい、試合の直後は。そうですね、試合の直後っていうか徐々にです。高山ここは逃れた、しかし孤立無援だ。顔面蹴り、顔面蹴り、オブライトは完全に田上に抑えられています。マットの上で、さあ顔面で落とし、ストレッチクラブ、ストレッチクラブ、がっちりと腰を落とした。ベイリー・オブライトは入れない、ギブアップしてしまうのか、ギブアップしてしまうのか、高山はこらえられるか、チャンピオン初防衛か、渾身のストレッチプラム、チャンピオン防衛、チャンピオン防衛。もうこれは避けては通れない、僕がプロレスラーを名乗ってる以上は
どうしても突き進んで倒してさらに向こうに行かなくちゃいけない存在と、はい、思ってます。この試合をステップに、川田選手の首を取るためにシングルマッチを、直訴します。ファンの皆さん、これから高山が全日本プロレスのマットで川田俊明を倒すのを楽しみにしてください。Los bailarines españoles. 菊池の悲鳴、ロープをつかみました。池田も自分のスタイルを貫きつつもこの全日本のマットに準化しよう、同化しようと必死であります。さあ足を取る、そして一回転させてひねった。菊池が足を引きずるようにロープを頼りに立ち上がりました。また同じように攻めていきます。その両者の目と目の距離は1メートル。左の足を痛めつける前のめり、前のめり倒れていった。固めていきます。必死の形相、首を横に振る。表情大きく口を開いている。裏アキレス腱固め、苦しそうです。菊池ロープまであと30センチ、届きました。10分経過しました。派手な大きな技は登場しません。しかしこの菊池剛、そして池田大輔の激しいバトルが繰り広げられています。池田のスープレックスから池田が赤コーナー待っています。セカンドロープに足をかけた。菊池は片膝を立てている。低空のラリアットを見せました。ダイビング大ちゃんボンバー、カウント2です。スーパーパワーシリーズ、そしてサマーアクションシリーズを通じてこの2人はタッグマッチでは11回対戦しています。6人タッグも含めて菊池の7勝4敗。全シリーズの宮城仙台大会では同じ組で金丸朝子組と対戦をしています。グラウンドの攻防が続いています。菊池剛と池田大輔、かろうしてロープに逃れました菊池。グラウンドの攻防では若干池田大輔自分のこのスタイルに持ち込もうとしている感があります。菊池さあ後ろを取った、ジャーマンスープレックス、もう一発立ち上げてジャーマンスープレックス、さらにトリプル、ジャーマンカウント3、カウント3、トリプルジャーマン、トリプルが世界ジュニアヘビー級タイトルに向けて一歩大きく踏み出しました。この4ヶ月じっとチャンスを待ってきた。今日のこのタッグマッチ、この手で川田をマットに沈めてシングルマッチをやらざるを得ない状況を作る。試合前の高山はそう話しておりました。トップロープをまたいで今リングインであります。高山超満員の日本武道館、大きな歓声に包まれました。一方の川田俊明、試合前は非常に冷静な表情を見せておりました。俺は高山に2回も勝っているんだぜ、俺が高山を意識する理由も必要も全くない、今日のタッグマッチは単なる一つの試合に過ぎない、淡々と語っておりました川田俊明であります。
去年の9月にシングルマッチ、そして今年3月1日世界タッグ、いずれもこの高山を蹴散らしております。川田今リングイン。ラウンドは290ポンド、高山義弘。狙うは川田ばかりなり、高山義弘280ポンド、ザ・ラクロス。殺人レーダーザ・ラクロス。ラクロスは260ポンド、本田カノール。高山を返り討ちだ本田。なること林のごとし川田俊明。砂漠レフェリーは福田昭彦レフェリーです。タックマッチ30分の一本勝負、川田俊明本田多門組対ザ・ラクロス高山義弘組。まもなくゴングです。高山の視線の先、それは川田の首でありましょう。川田を倒すためだけのことを考えてこの4ヶ月過ごしてきました高山。先陣を切ったのはラクロスと、そして赤コーナーが本田多門です。静かな立ち上がりとなっております。タックマッチ、さあ組み合ったぞ。押し込んでいったのはラクロスです。殺人医師軍団に現在名前を連ねておりますこのザ・ラクロス。190センチ120キロという堂々とした体育であります。このラクロスがウィリアム、そしてオブライトといった3人とタッグを組みますと、それだけでリングが小さく見えます。さあサイドのヘッドロックは本田多門です。試合前の川田はこう話しておりました。高山は俺を利用して男を上げようとしているだけ、今日は本田多門が高山を使って名を上げる番だ。この言葉を受けて今日の本田多門、どのような戦いを見せていくか。さあショルダーだ。さあロープに飛んだ、ヘッドバットを連発、ロープに飛んでショルダーです。そのまま頭を落としていきました。ロープの反動を利用してもう一発、これはかわしたラクロス、よく見ておりました。エルボーです、逆にエルボーです。ボディスラム、青コーナーの近くです。さあ高山がトップロープに足をかけたぞ。高山の大きな足でアシスト。おっとこれは本田多門のプライドを大きく傷つけてしまいました。ヘッドバットです。セカンドロープのハンドを利用してヘッドバット。さあ川田だ、川田がリングイン、川田リングインであります。リングの中央、ラクロスをリバースのヘッドロックに捉えております川田です。ブレインバスターを打っていったのはラクロスだ。6月28日今シリーズの開幕戦の終了後、川田俊明はこのシリーズはゆっくりやるよと話していたんですが、時代がそうはさせません。高山リングイン、試合の権利は川田と高山に移りました。今日のファーストコンタクト、2リフト、押し込んでいきます。ぐいぐい押し込んでいきます高山です。去年の9月のシングルマッチ、そして今年3月の世界タッグ選手権試合、いずれの試合もこの高山は川田に惨敗を喫しておりました。さあリングイン、2リフトから逆水平です。膝を落としていく、膝を打っていく。さあ川田連打だ。決まっている顎のあたり、おっと無理はしません川田です。試合前の川田は話しておりました、俺は高山に2回も勝っているんだぜ、なんで俺があいつを意識しなくちゃいけないんだ、突き放すようにそう話しておりました。いや馬場さん、はい、この高山は世界タッグ選手権以来4ヶ月ぶりの全日本のマットということなんですが、4ヶ月ぶりにご覧になって
いかがでしょう、このシリーズ。片山はね、いい選手なんですよ、はい、体もいいですし、強いんですよ、はあ、ただしその自分の力を出すね、タイミングといいますかね、はい、もう全部試合始まって終わるまで息を詰めて頑張ってるんですね。ですからスタミナがそのなくなるとこが出てくるんですね。なるほど。ですからね、自分がその倒れた時とか、はい、そういった時に自分のその呼吸をね、整えて、それを自分で呼吸を整えるということはスタミナを温存できますからね、それを覚えれば本当にいい選手なんですね。なるほど、局面局面の状況判断ということですね。そうですね。さあリングの中央高山、場外では川田、リングの中央高山が本田多門をスリーパーだ、スリーパーホールド。川田としあきがカットに入りました。本シリーズ高山は7月の20日の大和大会からこの全日本マットに参戦しております。6面タックマッチを戦って高山組勝ち、その翌日の川越大会は同じく6面タックマッチ、高山組はオブライト・ウィリアムスとコンビを結成しまして6面タックマッチ、オブライトが川田から3カウントを奪っております。今宵本シリーズ3度目の顔合わせということになります。高山と川田であります。現在リングの外では本田多門がラクロスから激しい攻撃を受けております。さあリングに本田多門を戻します。ラクロスです。待っているのは高山、身長が195センチ108キロと堂々とした体育です。高山義弘、高山義弘はその最終目標川田俊明とのシングルマッチに置いております。そのためにも高山、この川田から今日3カウントを奪う、試合前そう話しておりました。さあラクロスが本田を振っていった、ラリアット激しい、カバーはどうか、本田返しております。96年の新春ジャイアントシリーズアスナロカップで、アスナロ杯でこの本田多門は優勝しております。当然今後全日本プロレスの日本人中心選手になっていかなくてはいけない選手の一人でありますこの本田。ザ・ラクロスを相手にこの時間帯苦しい試合展開を強いられております。川田俊明がまさに一周カットに成功しております。しかし本田の動きが止まってしまっております。冷静に試合の状況を見つめる川田俊明です。さあ高山、ラクロスと高山早いタッチワークです。この本田多門を変わる変わるダメージを与えていきます。さあちょっとドラムスクリュー、一瞬の隙を突きました。おっと膝を当てていきます。おっと、しかし高山左の膝はダメージどのくらい残っているか、左の膝でニーリフトを打っていきました。セカンドロープを利用してのラクロスギロチン攻撃であります。あーっとこの時間帯ホンダの動きが止まっております。心配です。苦しい時間帯ホンダ多門、おっと大の字であります。さあ両の足を掴んでザ・ラクロス、あっとこれは場外にエスケープしようというところ、そうはさせませんラクロスです。リングの中央に引きずり戻しました。固めていきます。2カウント、早めにこれは川田にタッチしていきたい本田多門ですが、あー苦しい時間帯です。本田ハイキック、高山エルボー落としていく。いや馬場さん、こういった一つ一つの技もやはり迫力が高山はありますね。そうですね、やっぱりね体大きいですしね、はい、さあ負けじとその高山にヘッドバットを返していきますが、ニーリフトからブレインバスターの体勢だ。ブレインバスター豪快です。
カバーにはいきません。おっと腕ひしぎ腕ひしぎ、これは見かねて川田俊明、強烈なサッカーボールキックでカット。速いタッチワークです。青コーナーザ・ラクロスに試合の権利を取ります。高山もね、その蹴って、はい、そうして腕を取りに行ったというようなことはやっぱりあの進歩ですよね。なるほど、4回前に比べますと、ですから、はい、蹴って相手を痛めて、そしてその後で試合その、うん、決めに行くということがね、できればね。なるほど、おーっとトップロープ越し、川田俊明、静かなる怒りのハイキックであります。さあ試合の権利はラクロスと本田ともサイドバスターだ。カバーは返せという川田の声、返しました。これは珍しい川田俊明、赤コーナーから大きな声で返せと絶叫いたしました。青コーナー2人がかりのアキレス腱固めていった高山、あーとサードロープ、サードロープに逃れました本田多門です。ヘッドバットから、さあ本田多門としては早めに何しろとにかく川田俊明につないでいきたい。赤コーナーでは川田俊明が待っております。ハイキックだ、終わった、本田も引きません。ハイキックだ、ヘッドバットだ本田、連打連打、もう一発、バックを取った、バックを取った、バックを取った、じゃあ満を持して満を持して川田ハイキック、川田ハイキック、去年の9月1日の去年の9月のシングルマッチの再現となるか。ラクロスがカットに入っただけで大きなブーイング日本武道館、それだけにファンはこの川田と高山の相まみえる姿を期待している。ありがとう。さあカバーは、カバーはどうか、カウントは2つ返しております高山。シングルマッチを求めるためにも負けられない高山、さあストレッチプラム、ストレッチプラム、カバーに入っています。ラクロスが間に合っております。九死に一生を得ております高山です。さあラクロスは場外だ、1対1だ、高山にエリクトだ、おっと川田がダウンです、川田がダウン、川田落とし、川はどうか、カウントは2つです。川田落としは返しております。川田、しかし先ほどの場面でちょっと危ないよろけ方をしましたね。まあそうですけどね、あーあタートプラ、ここでもう一つ川田に攻める大きな技があるといいですね。あなるほど、これが今後の課題でしょうね、なるほど、まあ、それはまた来るかどうか分かりませんけど、はい、やっぱり高山もそれは考えると思いますがね。さあその高山にタモンが突っかけていったが、さあヘッドバットです。試合の権利はラクロスとタモン、ジャンピングネックブリーカードロップだ、カバーはどうか、どうなんだ、2カウントです。カウントは2つ、ボディスラム、ニュートラルコーナーです。もう高山が、高山がいった、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 トップロープ、おっと川田が向こう上面、場外から高山です。場外戦高山、そして川田、トップロープには本田、ラクロスやり合っているぞ。セカンドロープから、セカンドロープから、いやトップロープだ、なだれ式のブレインバスター、カバーはどうか、十分な体勢返しております本田。さあ川田は赤コーナーに戻っている、高山も青コーナーに戻った、バックブリーカー、これは中途半端だ、返していった本田。さあ腕を伸ばす川田に、試合の権利は移ったぞ。さあ川田の千秋ロープに飛んだハイキック掴んだ、倒した。さあラクロスが、おっと試合の権利があるのはラクロスだ、高山がアシストか、トップロープにラクロス、殺人レーダーがダイビングボディープレスは、ホンダのカバー、ホンダのカットが間に合っております。高山と本田です、場外で高山と本田。さあ
そのまま落としていった。バックブリーカーの体勢から落としていったが、まあどうか。ヒヤッとしました。2カウント、カウント2で返しております。高山と本田は場外です。試合の権利があるのは川田俊明と、そしてザ・ラクロスであります。さあもう一度、もう一度今の技を持ってくるか、ラクロス。本田カモン2対1の体勢、高山は依然場外です。ハイキック円髄に炸裂。高山は本田が抑えているぞ。さあ川田、ストレッチプラムか。ロープの近くではありますが、ストレッチプラム入った。ストレッチプラム入りました。さあ高山、ああこれに火がつきました。テイクバックを取ってカットに入っております。川田俊明とラクロス、4者入り乱れておりますリング上。試合の権利があるのはラクロスと川田です。さあ川田が、川田が高山、おーっと、ジャンピングキック、ジャンピングキック。さあそしてストレッチプラムだ。ストレッチプラム、何度も世界を取ったストレッチプラム、ギブアップ勝ち。川田俊明見事、最後は盤石のストレッチプラム、ラクロスからギブアップを奪っております。川田俊明、阿然防戦高山、今日は何としてもこの川田組から勝利を収めたかったこの高山ですが、タッグパートナーのラクロスが川田俊明のストレッチプラムの前にギブアップ負けであります。いやー、馬場さん、この試合を振り返りますと、いや、いい試合でした、はい、高山もよくやりましたよね、はい、やっぱり高山がラクロスとパートナーというのがちょっとコンビネーション的にはうまくいかなかったんじゃないかと思いますね。なるほど、そういう意味ではね、まだオムライトの方がよく知ってますからね。なるほど、さあ高山です。川田俊明とのシングルマッチを最終目標に置いているという高山、最終武道館大会は敗れてしまいましたが、今シリーズタッグマッチで2勝1敗という成績を残してサマーアクションシリーズ最終武道館大会を終えております。全日本プロレス中継サービス、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。何一つないから、自分の楽園は夢に描いて、いららの道の向こうにあるという鏡の光を胸に抱いて、確かなものなど何一つないから、自分の楽園は夢に描いて、誰に打たれても誰に流されても誰に笑われても何言われても、たどり着けるか分かる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。傑作に打ち付けていきました。キックはかわしたと体を入れ替えた。ハンマーを下ろす、膝です、左の膝、モスマン得意のキックを生み出す左の膝、ハンマー落としていった、あーっと鉄柱、これは痛い、まさに痛い。マウラキア・モスマン得意のキックがこれで封じ込まれてしまうんでしょうか。モスマン、さあこの場外でのダメージがチャレンジャーどのくらい残っているか。チャンピオン今悠然とチャレンジャーのモスマンをリングの中央に戻していきました。足を取る、左の膝、先ほど鉄柵そして鉄柱でダメージを受けた左の膝、ダメージを重ねていきます。さあ、マウラキア・モスマン、試合時間5分あたりまではいい感じで攻めていたんですが、劣勢に回っております。さあ鉄柱だ、鉄柱だ、鉄柱だ、あーと膝、内側靭帯のあたり容赦ありません。チャンピオンの小川、
若いチャレンジャー21歳のマウナケア・モスマン、大ピンチを迎えております赤コーナー、いやニュートラルコーナーであります。4の字の形、あっと全体重を小川義成90キロの全体重をかけまして、マウナケア・モスマンの左の膝にダメージを加えていきます。ここでブレイク。この辺りのダメージの加え方はやはりテクニシャン、容赦ありません。チャンピオンであります。さあ場外戦が続きます。リングの中に戻していきました。チャンピオンであります。おっとパンチ、そしてエルボーで迎撃しようというモスマンですが、あちょっと左の膝が自分の言うことを聞いてくれません。さああと膝を抱え込んだチャンピオン、ニークラッシャーかわしている、足を絡めていきました。そしてあくまでも左の膝であります。この小川義成がジュニアヘビー級タイトルを初めて獲得した年齢が29歳でありました。14回連続防衛を果たした菊池正信は33歳の時でした。そして菊池が32歳、桃田光雄は41歳で初めてこの世界ジュニアヘビー級の王座に手が届いております。もしこのマウナケア・モスマンがこの試合で小川を倒しますと、わずか21歳9ヶ月で最年少で世界タイトルを手にするということになります。しかしマウナケア・モスマン、左の膝言うことを聞きません。キックを打っていく、おっと足を引きずるような状態、エルボーを打っていく、上半身だけの攻撃になっている、もっと開いた、おー果敢にも痛めている左でキックを打っていきましたが、やはりダメージは大きいようです。一方のチャンピオンはやはり冷静です。5月の21日にロブ・バンナムを目指しまして初防衛に成功しております。17代のジュニアヘビー級王座です。さあ4の字固めの体勢、ロープまでは距離があるぞ、あーっとモスマンの痛めた左の膝ぐーっと90度に曲がっております。締めていきますチャンピオン、あーっとこれは十分な体勢、文句なしの形で4の字固め決まっております。さあロープまで、おーっと開いた、サードロープにマウラケア・モスマンの手が届きました。西永修一レフェリー、ロープブレイクを指示します。試合時間10分を経過しました。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分の一本勝負、チャンピオン小川義成に対しまして世界ジュニアヘビー級タイトル初挑戦マウラケア・モスマンが今厳しい試合展開を強いられております。青コーナー、コーナーパットに顔面を打ちつけていきましたチャンピオン。さあセカンドロープに、セカンドロープに左の膝を絡めていった、全体重を乗せていきますチャンピオンであります。初めてこの世界ジュニアヘビー級タイトルに手が届いたのがこの小川義成、一昨年の9月10日、あれから2年が経過しまして小川のテクニックますます磨きがかかってきたような感じであります。さあマウナケア・モスマン、試合時間すでに10分を経過している、エルボーを打っていきました。試合時間 6分の1が経過しております。2位を、おっと、いた、巻き投げ、巻き投げ一戦であります。さ あしかしモスマンの左足のダメージはいかほどか、キックを打っていくモスマンですが、おっとしかし先ほどに比べますと苦痛の表情がやや薄らいだ感じでありますマウラケア・モスマン。モスマンの左の膝、どのくらいダメージが回復しているか。さあ動きが止まったチャンピオンの小川義成であります。ロープに打っていった、フェイスクラッシャー。さあ試合時間10分を経過したあたり、このマウラケア・モスマン徐々に自分の本来の姿、思い切ったファイティングを見せていくことができます。さあミサイルキック、いい角度、そして飛距離十分であります。カバーの体勢、カウントは2つ、2カウントであります。馬場さん、このモスマンがテクニシャンの小川に、はい、
さあ、浜はどうだ。カウントは2つ。さあ、左の膝を痛めていたマウナケア・モスマン、ボディースラム打っていきました。ちょっとしかし馬場さん、やはりこのモスマンの左の膝ダメージ心配ですね。そうですけどね、そうでもないんじゃないですか。ここまで上、はい、もう上がりは、はい、さあボディープレスだ。おっと、しかし小川の今のは膝でしょうか。モスマンのストマックのあたりに命中しております。さあしかしこれはお互いにダメージを受けているぞ。リングの中央では小川、そしてニュートラルコーナーではマウナケア・モスマン、先にしかし立ち上がったのはモスマンだ。さあモスマンライオットかわした。おっとエンジン、おっとスパーンという乾いた音が後楽園ホールに響き渡りました。円錐切り十分な形で決まっております。さあこの一発で動きが止まってしまうんでしょうか。マウナケア・モスマンバックドロップであります。さあモスマン世界初挑戦、21歳、このバックドロップ地獄しのぐことができるか。さあおっとカウントは2つ、ツーカウントで返しております。第17代のチャンピオン小川義成、対するはわずか21歳のチャレンジャーマウナケア・モスマンでありますが、さあしのぎどころだ。モスマンどうか、カウントは2カウント返しております。さあしかしマウナケア・モスマン完全に動きが止まってしまっております。やりたい放題でありますチャンピオンの小川。さあ抱えるか抱えるか、小川義成得意のバックドロップの体勢だ。おっと左の膝、いやしかしやっぱ馬場さん、かなりやはり左の膝自由が効きませんね。そうですね、まあ、今みたいに横から蹴られたらもうやっぱり応えますからね。さあ後ろだったバックドロップ、ホールカウント2返しておりますモスマンです。ああこれはあちょっと今3つ入ったんじゃないかというチャンピオンの抗議ですが、もちろん認められはしません。大きく肩で息をしておりますチャンピオンの小川であります。さあチャンピオンの小川、このモスマンのキックが怖いと、おー円錐切り、トリッキーなキックを見せていきましたマウナケア・モスマン、チャレンジャー21歳。さあ円錐切り、ババさん今の円錐切りかなりよく効いてますね。これ彼の円錐もいいですしね、はい、小川もいい円錐切りをするんですよ、はい、これでお互いに一発ずつ今日円錐切りを相手に与えたということになります。さあカバーだ、ガムシャラカバーはどうか、カウント2カウント2、夢の3カウントは入っておりません。あ今15分の試合時間経過しました。世界ジュニアヘビー級選手権試合チャンピオン小川に対しまして、マウナケア・モスマン21歳初挑戦であります。この時間帯いい攻め、あプレスはボディープレスがかわした。あそして痛めている左の膝自爆でありますマウナケア・モスマンです。あやはりこの小川義成巧妙な技を仕掛けていきます。さあそして左の膝を固めたまま肩もついたぞ、カウント3、小川義成敗れました。マウナケア・モスマンわずか21歳と9ヶ月で世界ジュニアヘビー級チャンピオンベルトをその腰に巻くことになりました。最年少の世界チャンピオン誕生の瞬間であります。大きな雄たけびを上げますマウナケア・モスマン。しかし驚きました。ここがねやっぱりあの三沢川田小橋とちょっと違うところなんですね、うん、彼はそれがあるから一つ上に行ったというところなんですよね。そうしますとこれから先この田植えにしてもましてや本田にしてもそのあたりの試合の組み立て方、こういったところにもこれからの課題があるということになりそうです。さあそして頭突き王本田多門であります34歳、
本田から川田へのスイッチですから、本田、カモン、秋山、大森、この辺はね、その本当に互角に行ってもいいと思うんですね、はい、どこが違うというとね、本当に秋山が出ていくダッシュ、ポンポンとやって後ろにポンと投げるね、はい、そういうものがね、この本田多門にも必要なんですよね。まあ、そのラッシュ、技のスピードもさることながら、技の展開、一気の集中の仕方、こういったところ全てに微妙な差ではあるんでしょうが、そうなんです、違いがあるということなんですね。微妙なんですよ。この本田、大森、それから秋山、いいライバルですが、この秋山がこのシリーズでは一つの注目です。現在青コーナーに控えております世界タッグチャンピオンチーム、ウィリアムス・オブライトは札幌で三沢秋山の挑戦を受けます。そしてその秋山は日本武道館で三沢の三冠タイトルに初めて挑戦いたします。このシリーズともすれば秋山には五冠王のチャンスも訪れるという非常に重要なシリーズになっています。こちらが現世界タッグチャンピオンのウィリアムス・オブライト。ラクロスがブレインバスターを見せました。大きくホンダの体が反転いたしました。ゲイリー・オブライトがホンダを抑えています。ウィリアムスにスイッチ、ロープに飛んで背中へダブルのハンマーを落としました。スティーブ・ウィリアムス、そして今度はニュートラルコーナーに振って自ら突進、これはキックで防いでいるが、あーっとパワースラム、片襟固めに固められました本田多門です。この8月15日を過ぎて34歳になりました本田、劣勢です。ニュートラルコーナーに振られてラクロスがホイップされてきた。まずはラリアット、そしてオブライト、最後はウィリアムスか。リフトアップしようというところ、188センチ、115キロ投げられました。場外に落とされます本田多門。この本田は1000シリーズの最終日本武道館大会では川田と組んでラクロス高山組と対戦しました。関係者の間でも注目の高山の川田挑戦、その試合の中でなかなかいい働きをしていた本田です。青コーナーの下、いわば敵陣であります。本田多門が鉄柱に顔を打ちつけられます。ロングヘアが知事に乱れる本田多門です。リングの上に戻されました本田、カバーに入ります。カウントは2。そしてオブライト、ネブラスカの殺人風車の使い手、そして関節技、まずはダブルアームスープレックス人間風車。先の世界タッグ戦でも非常に光っていましたゲイリー・オブライト、とにかく戦う姿勢が前面に現れるようになりましたゲイリー・オブライトです。あーっと、これは力技だ。そうなんです、今みたいにね、はい、こうやってどうだどうだという川田やために声をかけるなんてことは今までなかったでしょ。そうですね、うん、おっと、これも今度は声を挑発した、うん、この辺りのこのふてぶてしさ、こういったところも導に行ってまいりました、ね、ゲイリー・オブライト、はい、オブライトが どこが変わったってね、今まで何かやられると、ね、すぐ下を向いてねやられてしまう、はい、それが今はもう下を全然向きませんからね、まあ、逆に今では少々のことをやられても逆に向かっていく、倍返しするようなそんな力強い選手になりました。今も場外で鉄柵に田植えを振りましたゲイリー・オブライト、リングの上ではラクロスと本田多門です。あっと、かかと落としのカットだ。ふてぶてしさでは1枚も2枚も上の川田俊明、無然とした表情でカットして平然とした表情で帰っていきました。ロープに振られたラクロス、ソルダータックルはラクロスの勝ち、大の字に伸びている本田多門です。マスクマンがラクロス、戦闘兵器空中殺法、それからターボドロップ、変形のパワーボムを見せますラクロスです。非常に肩幅のあるビルドアップされた体ですラクロス。95年のチャンピオンカーニバルでこの全日本プロレス初来日を果たしました。96年の1月にはジ・イーグルと組んでアジアタッグにも挑戦したことがありますこのラクロスです。
このトップの中でもウィリアムス、オブライトはあまり使いませんが、このラクロスは空中殺法を得意としています。素晴らしい体です。一挙手一投足で筋肉が盛り上がりますラクロス。さあトップの面々にシグナルを送りました。あっと本田多門頭を打ちつけられました。ロープブレイク、ちょっとこの主勢に回ったと昨日本田多門、この後の開始ですね馬場さん、踏ん張りどころですね。そうですね、どこで反撃のきっかけをつかむのか。今度はギロチンホイップ、一旦主勢に回ると少しまだ脆さを感じさせます本田です。ロス、ソウル、バルセロナ、3つのオリンピックを体験しています、出場しています。本田多門まさにオリンピックの申し子、さらに首にダメージを与えられました。ゲイリー・オブライト、ウィリアムス、そしてラクロス、トライアングル・オブ・パワー、1000シリーズ結成されましたこの新興勢力の餌食となっている本田多門です。1990年今から7年前、三沢がジャンボ鶴田越えを目指して超世代軍を結成しました。それから3年後川田が超世代軍を飛び出して田植えと正規軍を結成、岩石落とし、そしてこの夏小橋が三沢の元を飛び出してゲットを結成、さらにウィリアムスがトップを結成しました。今まさに大きな大きな勢力再編、地殻変動がこの全日本プロレスマットに巻き起こっています。さあ田植えが拳を握りました。のど輪落としのシグナルか。15分経過、ラリアットハイキック、オブライトにも突っかけた体当たりです。スティーブ・ウィリアムス、新たな勢力が乱立する中、この全日本プロレスのマットには他団体からもこのシリーズ多くの選手が出場しています。バトラーズから池田、 FMW から早草、道の駅から新崎、そして元 UWF インターから中野も参戦しています。随分と賑やかになりました全日本プロレスマット。バックを取られた、足を取る、そしてアキレス腱がダメだ、関節技で読みます。田植え、田植えにしては珍しいですね。いやこういうことはね、やればね、あの三冠にチャンスがあるんですよね。はい、先シリーズでは三沢の前に三冠タイトルなりませんでした田植。田植からオブライトを預かり受けました川田です。この川田はスーパーパワーシリーズで三冠戦三沢に敗れました。この夏は自らの欲求不満を十二分に貯めております川田。さあフロントのスープレックスだ、川田投げられました。そしてラクロスが青コーナーのトップ、ダイビングショルダー、さらにラリアット、リングの中央でカバーの体勢、アントワツ、ね、ラクロスのこのラリアットとかね、はい、ジョニーエースのラリアットとか本当にもう本当形だけなんですよね。ちょっと当たりが浅い、力強さに欠けますね。全然ダメなところなんですね。カバーの体勢に入りました。本田がカット、このあたりその技の習熟度、それから正確性、力強さに若干欠けておりますラクロス。あーっとキック、スパーンという言い音がしました。そして十分な間合いからラリアットです。こういうふうにやっぱりバシャーンと叩かれればね、はい、威力はあるんですけども。本田多門が近畿弱役頭突きから入ってきた、そしてランニングネックブリーカードロップ、カバーの体勢、あとは2。さあ本田も頭突きからランニングネックブリーカードロップを見せました。そして今度はボディースラム、リングの中央ニュートラルコーナーを目指して、なんだろうの一番上に乗っかったところで、おっとウィリアムスが出てきた、力
かしちょっとこれはニュートラルコーナーの上捕まっています。下からの攻撃ラクロス、セカンドロープに足をかけたブレインバスト、脳天砕き、カウンター2、頭突きとランニングネックブリーカードロップが出ましたが、その後本田とも技が続きません。リングの中央倒れています。川田が来ました。オブライトのタックル、ウィリアムスの助立ち、ラクロスが振ってくるダイビングボディープレス、さあどうか、カウントは川田が入ってきた。川田のカット間に合いました。しかしちょっと本田タモンのダメージが大きい。これはこのまま本田が捕まると正規軍ピンチであります。さあラクロスが持ち上げたところでタウンが入ってきます。喉は落とし、かろうじてカバーの体勢に入りましたが、今度はウィリアムズのカット。しかし本田タモンも歯を食いしばってはおりますが、ちょっと疲労困憊か、バックに回ったジャーマンスープレックス、ホールド固めました。さあどうか、カウウエとウィリアムズが激しくやり合っています。オブライトが入ってきた。ホンダの背後から迫ります。ホンダは頭突き、おっと川田こめかみ顔面蹴り、そしてホンダタモンがバックを取った。ラクロスを投げるか、ホンダ持ち上がりません。足をフックした、ここで持ち上げた、ジャーマンスープレックス。さあ満を持して盤石の体勢でカバー、カウント3、勝ったのは正規軍。トライアングルオブパワー後楽園ホール大会、正規軍の軍門に下りました。思い出せ時よ、夢見た場所へ行けよ、行くぜ、飛ぶぜ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。青コーナーだ、青コーナーの、青コーナーのトップロープ、これは気がついた、これは気がついたと小橋。さあサードロープ、セカンドロープに進んでいった。なだれか、なだれ式のブレインバスターの体勢に入っている、ブレインバスターの体勢に入っている。さあさあトップロープ、トップロープを挟んでの見応えのある攻防だ。さあ長谷が投げていったら場外だぞ、場外だぞ、これはどうか。ああ小橋だ、トップロープからなだれ式のブレインバスターであります。落差がありました。カバーはカウントは2つ。試合時間15分をすでに経過しております。シングルマッチ60分の一本勝負、小橋健太と長谷博士のシングルマッチ。おっと今はジャイアントスイングに入ろうという体勢だったんでしょうか。長谷博士の両の足を掴んでいきました小橋健太。おっと、おの得意技ジャイアントスイングに行こうという的な小橋健太であります。さあ上半身が浮いた、1回転、2回転、3、4回転、5回転、6回転、おっと6回転、6回転、いやーしかし小橋健太、長谷博士の得意技ジャイアントスイングを打っていきました。これは長谷
ヒロシにとっては大きくプライドを傷つけられた格好になっております。さらに長谷ヒロシ今の6回転でやや平行感覚を失ったんでしょうか。足元がふらついております。小林健太ラリアットかばした、かばした、裏投げ、裏投げであります。日を見てみんなり長谷ヒロシ、おっと、しかしそして会心の笑みを今浮かべました。これは何を意味するのか。長谷ヒロシ裏投げの後の会心の笑みを、さあジャイアントスイングか、振り回すか、ぶん回すか。118キロの小橋健太ジャイアントスイング、おーっといった、いった、3回転、4回転、5回転、6回転、7回転に入りました。札幌中島体育センター5800人のお客さん声がそれます。大回しに回していきました長谷博士、逆水平の小橋、全日本プロレスの大先輩として後輩長谷博士に恥ずかしい試合を見せるわけにはいきません小橋。さあ裏投げの体勢に入っております。場外逆に、そうです、そうです、ボディースラム打っていきました長谷。さあ長谷博士が、おお、パワーボムの体勢だ、パワーボム、これ食ったらブライト、あら返していった、返していった、長谷博士返しております。一瞬の切り返し見事、背中からスタンディングでマットに飛ばしきられてきました小橋健太。場外で大の字であります。さあそしておっとニュートラルコーナー、長谷博士トップロープだ、トップロープだぞ、トップロープだー、ミサイルキックであります。そして左の膝、必要に攻めていきます。今度はまたもまたも4の字か、まあーと、これは不十分、これは不十分、4の字固めに入ろうというところであります。長谷博士リングの中央、全三冠統一ヘビー級チャンピオンの小橋健太を追い詰めていっております。さあじわりじわりと小橋の右腕が下がってくるぞ。4の字固めの体勢だが入った、入りました。さあ小橋健太、今年の1月に全日本プロレスに参戦したばかりの長谷博士に不覚を取ってしまうんでしょうか。さあ4の字固め完全に入っております。試合時間25分を経過しております。夢のシングルマッチ、60分の一本勝負、全三冠統一ヘビー級チャンピオン四天王の一人小橋健太対長谷博士であります。4の字固めを返していった小橋健太、この体勢今現在苦しいのは長谷博士、おーまた返していったぞ、ロープブレイクであります小橋健太。先のシリーズで世界タッグ王座をウィリアムス・オブライト組に奪われてしまいまして、現在無冠であります小橋健太。左の膝、やはりかなりのダメージを受けている模様です。試合開始立ち上がり早々からこの古傷の左の膝に大変なダメージを加え続けております。長谷博士であります。さあ腿の裏側のあたりストンピングを打っていく、打っていく、打っていく、ハイキックで応戦しようという小橋。さあ小橋逆水平だ、この逆水平で行くたびの窮地をこの逆水平で逃れてきました小橋健太。打ち返していきます長谷、小橋の逆水平、ひるまない、後ろに下がりません長谷。さあ小橋反動をつけて引きません長谷、エルボーだ、おっと右そぎのような音、円髄のチョップ、首筋のチョップ、小橋か、いや振っていったのは長谷だ、スパインバス、おっと
ロチンドロップになっている。結果的に今のは喉元から飛ばします。トップロープに落ちていきました。チンドロップ、そしてフェイスクラッシャー。さあ大チャンス、大チャンス、長谷広志、返しております。さすがに前三冠チャンピオンの意地があります小橋健太。しかし完全に長谷広志チャンスを掴んでおります。繊細一遇の大チャンスであります。長谷広志前三冠王者をマットに沈めることができるんでしょうか。四天王との初めてのシングルマッチであります。まだまだこの長谷広志の態度を見ておりますと余裕すら感じられます。バックを取った、バックを取った、ウルネルソンだ。逆に、逆に打っていった、逆にスープレックスを打っていった小橋健太。さあこれで試合の展開からいって五分と五分になったか。さあどちらが立ち上がるんでしょうか。先に立ち上がるのはどちらか、小橋か長谷か。小橋健太と長谷広志の夢のシングルマッチ、60分の一本勝負。カバーに行った、小橋がカバーだ。ツーカウントで返しております。さあ長谷広志今ようやく立ち上がろうというところ、耳そぎもう一発後ずさりします。長谷じわりじわりとニュートラルコーナーを進めていった。キックです、左の膝、もものあたりキックです。さあ長谷、あくまでもこの小橋健太の古傷、左の膝、抵抗ドロップキック。60分の一本勝負、まだまだ時間はたっぷりとあります。さあ裏投げの体勢だ、捉える小橋、倒していきます。2カウント、2カウントです。今年の新春ジャイアントシリーズから全日本プロレスに参戦したこの長谷広志、ニーリフトを見せていきます。 DDT だ。長谷広志初めての四天王とのシングルマッチで大金星を挙げることができるんでしょうか。ネックブレイカードロップは小橋健太、まさにリングの上で、青いリングの上で大の字であります長谷。ここまでは長谷のペースで試合が進んでおりました。30分を経過しました。シングルマッチ、ギロチンドロップ、小橋健太と長谷広志の初めてのシングルマッチ。握った小橋、小橋が握った、うーしか、これは気がついております。長谷広志そうやすやすと回せるわけにはいきません。さあ逆に長谷広志がチャンスを掴んだぞ。なだれ式、なだれ式の裏投げだ。さあ大チャンス、長谷広志行け、行った、ノーザンライト、スープレックス、ホールドはどうか。ツーカウント、休まない長谷。さあ長谷休みません。 DDT だ、長谷チャンス、長谷チャンス。さあロープに飛んでハイキックだ。さあもう一発行くか、ハイキック、桁をした。四天王から初挑戦でスリーカウントを奪うんでしょうか。大チャンスであります長谷。さあ赤コーナー、トップロープを目指す長谷広志、全三冠統一ヘビー級チャンピオン小橋、大ピンチであります。あーしかしトップロープ小橋がセカンドロープ、セカンドロープから、さああーた、背中から押していきました長谷広志であります。その背中がクッションになって小橋健太、頭へのダメージはさほど受けておりません。さあ、先に立ち上がったのは小橋、ノーザンライトを喫している小橋健太であります。小橋健太、長谷広志との初のシングルマッチ、パワーボムの体勢、落としていった、カバーに入ることすらできません。
さあ小橋もう一度パワーボムの体勢だ。抜いた、落とした、固めた、2カウントです。2カウント、もうまだまだ余裕すら感じられる。長谷博士拳を握っていきました。さあ何を持ってくるか。おっと、逆に握った小橋、ラリアットをかわした、かわした、エルボーだ、エルボーだ、円錐のラリアット。さあおっと、足元ふらついている、長谷博士足元ふらついている、逆席、おっと3発耳そぎ。さあ握った小橋、ラリアット、これはどうか、入った、文句なしのラリアット。やはり最後は四天王の意地を見せていきました、小橋健太。札幌で世界を取り戻せ、秋山純。勝てば五冠王、三沢光晴。大事な初防衛戦です。ゲイリー・オブライト、スティーブ・ウィリアムス、砂漠レフェリーは和田恭平レフェリーです。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負、まもなくゴングです。第33代王者チーム初防衛戦、一方の三沢光晴、秋山純組、こちら今がっちり握手を交わしました。チャンピオンチーム、先陣を切るのはチャレンジャーチーム、チャンピオンチームはどうやらオブライト、まだ迷っております。秋山下がった、三沢とオブライトです。選手権試合60分一本勝負のゴングが今高らかに鳴り響きました。先陣を切ったのはチャレンジャーチームは三沢光晴、チャンピオンチームはゲイリー・オブライトであります。チャレンジャーの三沢光晴、去年の5月24日ここ札幌で田上彰に三冠王座を奪われました。今日勝ちますとその時以来の五冠王、1年3ヶ月ぶりに五冠王に返り咲くことになります三沢光晴です。さあ組み合いました。さあチャンピオンチーム、ニーリフト水、あーっといった、いきなりいった、ジャーマンだ、オブライトジャーマン。さあ4者入り乱れます。おっと、試合の権利があるのはオブライトだが、オブライトだが、さあパワーボム投げ捨て、秋山純は場外です。早い仕掛けのチャンピオンチーム、カバーで入ったぞ。三沢光晴の左手がサードロープにかかっております。ロープブレイクです。チャンピオンチーム早い仕掛けです。三沢光晴はまだ起き上がることができません。平成9年の上半期、全日本プロレスの勢力地図は大きく書き換えられました。現在最も目の離せない2人、スティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライトであります。殺人医師スティーブ・ウィリアムス、殺人風車のゲイリー・オブライト、そしてラクロスが加わりまして新ユニットトップが結成されましたが、いきなり先のシリーズ最終武道館大会、小橋エース組から世界タッグ王座をもぎ取りました。勢いのある2人、さあカバーに入った、2カウントで返しております。いや、試合の立ち上がり一方的に攻め込んでおります。第33代チャンピオンチームであります。首のあたりを気にしております三沢光晴、ショルダーサル、いや持ち上げたそのまま落としていきました。あーっと、三沢の動きが止まっております。
タッチワークがあったのはチャンピオンチームです。試合の権利はゲイリー・オブライトに移っております。さあロックの外ショルダータックルダブル、秋山純はまだおっとリングの中に帰ろうとしたところよく見ておりました。スティーブ・ウィリアムス再び秋山純は上がーっと人間風車すかさずカバー。おーしかし三沢の右足はサードロープを通過しております。ロープブレイクです。容赦ありませんチャンピオンチーム。コブラツイストリングの中央であります。三冠王者現在3本のベルトを持っております三沢光晴をいいように攻め続けていきますチャンピオンチーム。さあ押し上げてそのまま落としていった。すかさずカバーはこれはどうか。秋山純が間に合いました。秋山純がカットに入っております。早いタッチワークはチャンピオンチームです。チャレンジャーチームはまだ一度もタッチは行われておりません。三沢光晴が完全に2対1の格好になって攻め続けられております。ラリアット一発。さあ試合の立ち上がりペースは完全にチャンピオンチーム。キックも完璧にかわされております。さあ三沢危ないぞ危ないぞ。さあ秋山だ青コーナーからウィリアムス、そしてオブライトに突っかけていった。そしてもう一度青コーナーに戻って今度は試合の権利を正式に譲り受けました秋山純。エルボーだフライングのエルボー。さあ三沢オートタイガードライバーいったいった。チャレンジャーチームを仕掛けていった。さあジャーマンだカウントはカウント2。おおまさに一周という形でオブライトのカットが入っております。オブライトはオブライトと三沢が場外だ。ジャンピングにはそのままおっと投げ倒していきます。今シリーズおっとドラゴンスクリューもこれは完璧に入っております。危ない危ないスパインバスターからカウントは2つです。この札幌はこの秋山純にとっては生涯忘れられない場所なんです。初めて世界タッグを体感したのがこの去年の5月23日札幌大会でありました。あーしかしその思い出の地約束都市札幌で危ない秋山大ピンチを迎えております。カットに入っております三沢光晴。試合時間5分を経過しました。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負。ここまでの時間帯圧倒的にチャンピオンチームウィリアムスオブライト組が攻め続けております。さあトップロープからミサイルキックは三沢。チャレンジャーチームの三沢この辺りから徐々に試合のペースを取り戻すことができるんでしょうか。キックはキャッチ顔面の顎の辺りに三沢の左のキックが命中していきました。さあ三沢光晴この辺りからゆっくりと試合の形勢を立て直していきたいところです。さあトップロープからダイビングのエルボーだ。カウントは1つすごい勢いのカットです。スティーブ・ウィリアムス三沢秋山組7ヶ月ぶりの世界タッグ王座奪還果たすことができるんでしょうか。ダブルのドロップキックです。いい感じです。さあ三沢ミサルがおっとエルボー推進だ見せていきました。さあリングの上では秋山とオブライトだ。さあ秋山エクスプロイダー打っていった。巨漢の160キロのオブライトに果敢にも打っていきました。さあそしてユタのコーナートップロープからボディープレスを打っていったら三沢だ。カバーはカウントは2つです。ゲイリー・オブライト返しております。カウントは2。さあ徐々に試合のペースをつかみかけてきましたチャレンジャーチーム。ショルダースルーはチャンピオンゲイリー・オブライトであります。円髄のあたりにエルボー顔面顎のあたりにエルボー。さあミサーミサルあーっとかわしたラリアットかわしたタイガードライバーに対戦円髄のラリアットが決まっております。さあチャンピオンチームのドクターボムスティーブ・ウィリアムスのドクターボム。おっと三沢の動きが止まっております。リング中央で大の字であります。さあそして大きな体のゲイリー・オブライト
STX の体制になっております。ニュートラルコーナーではがっちりとオブライトが秋山順を抑えております。本シリーズ初めて最終武道館大会で三冠王座に挑戦する秋山順、この試合に勝って勢いをつけたいところであります。おっと強烈なハンマーを落としていきました。スティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライト組、さあ、おっと危ない危ない、バックドロップと合体技、さあチャレンジャーチーム2人とも動きが止まっております。ピンチを迎えております。オブライトとウィリアムス今度も合体だ。おっとこれはスルーした、倒したエルボー、バック取って危ない危ない危ない、急角度殺人バックドロップ、早い時間帯で食ってしまいました。ミサワ・ミサル目を閉じます。ミサワ、おっと両腕をだらりとさせております。チャレンジャーチームピンチであります。ミサワ・ミサル、まだ試合開始10分経っておりません。早くも殺人バックドロップを食ってしまいました。バックを取って、おっと完全に2対1、tell you what, we beat Misawa tonight. Any newcomers, anybody, any all-comers want to come and fight Doc and I. We're TOP, we're the top guys. We've ran a lot of teams away, brother, and we're the toughest ones. We're on top of the hill, Big Daddy. I want you to all write it down in your paper, your newspaper. Tell your brothers, tell your sisters, TOP. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。